ジャーメイン・ゴンザレスは、ジャマイカセントキャサリン教区出身の陸上競技選手。専門は短距離走。400メートルの自己ベストは44秒40の、元ジャマイカ記録保持者。2011年テグ世界選手権、男子4400メートルリレーの銅メダリストである。2001年7月、世界ユース選手権に出場すると、男子400メートル決勝で47秒51の、 自己ベストをマークして3位に入り、この種目ではジャマイカ勢初のメダルとなる銅メダルを獲得した。ジャマイカチームのアンカーを務めた男子メドレーリレーは1分52秒36の4位でメダルを逃した。2002年7月、地元ジャマイカで開催された世界ジュニア選手権に出場すると男子400メートル決勝で45秒84の自己ベストをマークして、 銅メダルを獲得した。ジャマイカチームのアンカーを務めた男子4400メートルリレーでは3分04秒06のジュニアジャマイカ記録を樹立しての銀メダル獲得に貢献した。2006年3月 A 連邦競技大会の男子400メートル決勝で45秒16の自己ベストをマークし、ジョン・ステフェンセン、アレーン・フランシクに次ぐ3位に入り銅メダルを獲得した。 男子4400メートルリレーは、ジャマイカチームのアンカーを務め、3分で1秒94をマークしての銅メダル獲得に貢献した。自己ベストもこの年に44秒台へ突入した。2010年6月12日、ソットビルレルーアンで開催された大会の男子400メートルにおいて44秒79の自己ベストをマークし、2006年以来の44秒台を達成した。 2010年7月22日、ダイヤモンドリーグ、ヘラクレスの男子400メートルを44秒40で制し、ダイヤモンドリーグ初勝利を挙げるとともに、ロックスパートマーチンが1997年7月21日に、マークした44秒49のジャマイカ記録を0秒09更新した。この年の活躍が評価され、ジャマイカ陸上競技連盟が選出するジャマイカ年間。 最優秀男子選手賞を受賞した。2011年8から9月、世界選手権の男子400メートルと4400メートル、リレーに出場。400メートルは、自身初となるシニアの世界選手権ファイナリストになるも、決勝では3位のケビン・ボリレート0秒09差の44秒99で4位に終わり、惜しくもメダルを逃した。しかし、 男子4400メートルリレーはジャマイカチームの2層を務め3分00秒10をマークしての銅メダル獲得に貢献した。微光欄の記録は当時のモノダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。 AB、プーマアスリートであるジャーメイン・ゴンザレスが2010年、ジャマイカ年間最優秀アスリートに選出。プーマ、2015年6月23日閲覧。第2回世界ユース選手権、男子400メートル決勝リザルト。国際陸上競技連盟。2016年2月20日閲覧。第2回世界ユース選手権、男子スワエデンリレー決勝リザルト。国際陸上競技連盟。 2016年2月20日閲覧。2002年世界ジュニア選手権男子 400m 決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年2月20日閲覧。2002年世界ジュニア選手権男子 4400m リレー決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年2月20日閲覧。ゴールデンディープ2トラック2006年コモンウェルスゲームズ 2016年2月20日閲覧。サブマイナス45法ゴンザレス、スチュワートインジャードインソットビル。国際陸上競技連盟。2015年6月23日閲覧。ビデオ、ゴンザレス、VCB ボーテッドジャーエス、アスリートオブザイヤー。ジャマイカオブザーバー。2015年6月23日閲覧。ありがとうございます。